れで行ったかな。カレー探しますよ。カレー集団。よし、よかった。またあの読み上げがおかしくなってましたけど、これでなんとかいったかな。よし、暑い。またちょっと曇ってきましたよ。でこれからはまあ割と街中走ることになりますね。じゃあ行きましょうか。GoPro も今録画できてて、音声も取れてて、よし、じゃあスタート。ポスト、この人ですか？この人はメニュー持ちですね。ポスト、目がお昼焼きカレーだったんです。焼きカレーでした。うまかったです。なんかあのこの店のメニューの中ではご自慢っぽいメニューだったんで。あ、そうな、目青いですね。お、カメムシ。そう、なぜかこの歴史ある宿場街に来てって、宿場街って言ってもそんなになんかあのうだつ的な、これがうだつ上がってますね。この、これ普通の民家なのかな。なんかそんなにあのなんとか塾っていう観光にのために作られてる感じじゃなくて、ただ一部残ってるっていう感じですね。よし、趣のある街並みです。で、ここ本当にガソリンスタンド跡らしいです。聞いてみたら、この屋根、さっきあの店のおばちゃんに聞いたんですけどね。ポスト、あ、そうか、じゃあ郵便受けですね。それは言わんとしてることはさて、 GPS にちゃんとルートも入れたんで迷わずに行けます。 Twitter で画像見ました。うん、あのカニクリームコロッケのクリームコロッケ部分が結構あのマイルド感が、あのカレーの中にマイルド感があって。そう、メリダです。宮城もまだ生きてるんですけどね。ライヤマ、観光地的なところってことですかね。セブン、へー、コンビニでそれ珍しいですね。気をつけていきます。で、ちょっと戻ってどのあたりから行けるかな。もうちょい先か。うん、これさっきあのすごいと思った薬屋さんですね。あの状態で残ってるなんて、現役だなんて。こんにちは。ここは、あ、ちょっと予定ルートに戻るために逆方向に走ってます。ここは、望月塾。そんなに観光地としての場所じゃないんですね。で、軽井沢に向かいます。おばあちゃんっぽいですね、イメージとしては。若い旦那がやってたらどうしよう。あ、これが中山道か。中山道と書いて中山道。これからちょっと上りのところもあるんで、気温もだいぶ上がってきたから汗かくかな。メリダー、あ、でも風は追い風だ。これが中山道らしい。本当か？全然そんな感じに見えない。いきなり道が怪しい。え？ん？これ普通に下に下っていけばいいのかな。ですね、こっちですね、ベースキャンプ。中山道。私も知らなかったら中山道って読んでますね。お、山道。いや、今日はこれからはもう街中ってわけじゃないけど、あの川沿い、千曲川でしたっけ、こっちの方は。相思相明。こんなのいいか。走って死んで、走って命、よくわからん。これが中山道らしいです。そうです、そう、命。
ボーイメンやっぱりそう読むのか、そう読むのか。昨日は一日山道でした。今日は山の中下ってきて、で標高1000あるんですけど、いやもう600、700しかない。こんにちは。標高700だけどもう十分暑い。うっすら汗ばんできてます。寒いのは昨日、今朝まででしたね。もう暑いです。あ、角間川がこの近く流れてる。この近くってこの川か。あー、これが立科の方から流れてきてる角間川か。前にこれ沿いの角間川林道ってとこ走ったんですけど、今通行止めなんですよね。だから昨日はそこ通らなかった。中山道に行くためには、おやつは何ですか。おやつですか。これ登っていかなきゃダメだ。中山道坂尾長坂分岐点か。昔の人もそのはずです。でも旧とか新とかってよくわかんないですよね。今日はですね、できれば横川まで行ってから鈍行で帰りたいです。クリームコロッケうまかったです。カレーの中にクリームコロッケあると、そこのとこがあのマイルドで、あの甘い感じで、取り合わせとしてはいい感じでしたね。カニクリームコロッケとカレー、焼きカレー。よっと、うわ、ちょっと、なんじゃこりゃ。うわ、カレーの中に甘いクリームコロッケが、クリームコロッケが甘く感じられる。うわ、ちょっと、写真撮るために仕方がないから止まるか。亀甲舗装ですね、ここは。六角形だ。ハニカム舗装かな。あ、焼きカレー。ふぅ。いきなり暑い。ロックアウト解除しましょう。ロックアウトもそもそもずっとしてないです。よいしょ。仕方ないですね。よいしょ。うわ、10% どころじゃないです、これは。14% ぐらいはいってると思う。こんにちは。はあ、暗がりもっとひどいんですよね。うおー、はあ、あちちち14% ぐらいあると思います。私の頭の中で 14% っていうのが、押した方が最終的な疲れはなさそうですね。中山道らしいです。カレーが出てきたらまずいですね。もし食後いきなりは体に悪い。ふう、瞬間的にえらいきつかったな。さっき標高680ぐらいだったから、一気に 2,30 メートルぐらい今の距離で上がりましたね。ふう、あ、インナーロー、今は、あ、結構確かに、ギアが、はあ、何を作った人、はあ、女子供、差別助けんだ、はあ、差別的、なんだっけ、はあ、私が今言おうとしたのは、あの、モンティパイソンのスケッチのコントの、スペイン宗教裁判の悪魔的言動みたいな、あのネタを言おうとしたんだけど、そもそも通じんだろそれ。なのにそういう感じですね。楽になった。
でもまだ登ってますね。昨日もまた証拠を女性が寝た。あれ22ですかね。なるほど。まだかすかに登ってる。横川までまあ50キロ以上残ってるみたいなんで、どうかな。でも最後はよく薄い峠から下るだけなんで、明るいうちに軽井沢まで行ければ。あ、コースはこれですね。別ルート通ってます今。もう少しで復帰します。この古い方の道を今あえて通ってますけど、トンネル取ったのが楽ではありましたね。予定ルートも直行するルートにしちゃってました。空気が涼しいのにも慣れ始めてたんで、蒸し暑い。暗くなるまでつきますかね。レーダー、雨は最初午前中ちょっと降られたんですけど、まあ機材壊れることもなく、その午後になって晴れてきました。ドリフト、二輪ドリフト。緑色の長いやつ。千曲川どうなるのかな。途中までずっと中山道沿いに行きます。ツーリングマップルでもおすすめ道になってたので、あの建物は宗教関係かな。あれまだ登る。旧じゃないところも通ってると思います。予定ルートでは中山道雨竜坂。まだ登ってるけどいい感じになってきた。切り通しですね。イニシャル D も出てきそう。イニシャル頭文字 D ですね。いやですねって、そんな言うほど知られてないことはないか。結構暑いです。今蒸し暑くなりました。上から下ってくると。で、温泉は最後に入れたらいいんですけど、横川周辺確か温泉とかないですよね。これは多分トンネル横の坂を越えたと思う。お、柵。ああ、まあ軽い盆地ですよね。軽いというか、盆地ですよね。一里塚。中山道をずっと歩いたりする人にとっては、この辺り重要なポイントですね。これ旧なんですかね。新は、そっちのトンネルかな。確か Z さんも中山道を歩きでやってたはず。だからここも昔におそらく歩いてる。ああ、涼しい。あ、日帰り本当ですか。じゃあ時間があったら行こうかな。ありがとうございます。
駅までの途中にあるのかな。しがらみ。おお。おう、選挙ですね。どこ走ってんだろう。こんなとこまで網羅するなんて、まあ、こんなとこって言い方失礼だな。あれ、セミ鳴いてる？うん、セミ鳴いてます。お願いに参りました。イベントありがとうございますかな、今のは。これは下ってしまっていいのかな。うん、こっちは関係ない道。トンネルくぐらずにわざわざ登って降りてきました。横川から臨港。うん、横川から臨港で、高崎乗り換えで、あの湘南新宿ラインで鈍行で横浜まで戻ろうかと思ってるんですけどね。新幹線とかだったら、まあ値段も高いのと、東京経由になるんで、あの混雑するエリアを臨港で通らなきゃいけないんですよ。セミしぐれ。でもセミいらっしゃいます。セミは今東京とかだったらもう当然鳴いてる時期になるはずなんですよね。この辺で鳴いてるってことは。あ、でもクマゼミとかアブラゼミとか種類は違うか。今田舎に降りましたね。田舎、え、どれのことだ。こんなところかな。グリーン車で、あれグリーン車あるんでしたっけ、湘南新宿ライン。1000円くらいだったら出してもいいかな、銀行で。途中から結構混んだような記憶があるんで、あそこ白綿があるんですよね、上の方が。でもスルー、あー、これ美味しいんですよね。で、これが新、あ、すみません、聞かれなかった。これが新中山道、まあ国道ですよね、ここ森の音。藤沢の、おー、僕の夏ん？城跡、ああ。すぐ近くだったら行こうかなと思ったんですけど、よく分からなかったんで、まあいいやと思って。また登るの嫌だ。同じとこ戻るの嫌だ。別の道通るんだったらいいけど。これ、角間川周辺の平野部かな。狭い平野部。そうか。ん？何の大発生？何の大発生ですか？八ひげおじさんの店。あー、なるほど。あれか。なんか見たことある、昔。これですね、八ひげおじさんって。わー、すごい。これ、刺す刺されない以前に熱いんじゃないかな。あと耳の穴よく見たらレンゲソウが詰めてあって、あの蜂が入ってこないようにしてますね。なぜに、あれ多分耳の穴塞いでるんですよね、レンゲソウだ多分あれ。この表示は何表示してんだろうな。八おじさんですか、八ひげおじさんか。うん、軽井沢に八ひげおじさんですかね。私は軽井沢ではあのミカドコーヒーのモカソフトしか食ったことなくて、前あの、マイルドセブンラリーっていうそのタバコ会社、あれ JT でしたっけのスタンプラリーみたいな企画があって、まあ、それを口実にサイクリングしたことあるんですけどね、一人で。でコメントが今だいぶ小さくなって聞き取れなくなってきました。これ接触だよな。多分オーディオデバイスまではちゃんと行ってて、そこから先の出力のところがおかしいんだ。で、これいじって余計悪くしたかもしれない。これまっすぐ。こっちは分離式か。です。うん、やっぱ変わらないですね。ありがとうございます。これでも100ぐらいまで確か今音量上げてるんで、これ以上わからないな。なくなったから。そう、あのコメントが来てないときに
何かが止まってるというふうに自分で言うことに関しても結構抵抗があって、私の放送コメントが常にあり続けるはずだからこれは他の原因があるっていうふうに言ってるみたいじゃないですか。まあ大体その可能性が高い方言ってるんですけど、だからしばらくは我慢する、おかしいと思っても。あっちはどれ山だろう。浅間山ってこの辺りだったかな。浅間山ですかね。天気はさっきまで晴れてたんですけどね、でも今晴れないでほしいです、暑いから。この辺りまで降りてくるとかなり暑い雲がですね。でも今日山を下ってくるところは天気良くて気持ちよかったです。あそこは動画的になんか嬉しかったな、撮れたのが。イベント、まあ、手取り早いのはパンクですね。カメラに映らないようにしてちょっと画鋲を取り出して、ホットパークは朝日な軽井沢ですよね。昨日新幹線で輪行してくるときにちょっと軽井沢まで秘書に行くみたいな軽い乗りの若い女性2人が隣座ってたんですけど、やつらはまだ暑いと思ってるに違いない。いや今そこに自分でも行くんだけど。本当になんか昨日の朝新幹線にフラッと乗ってきた感じだったんですよ。パンク修理、私はあれなんですよね、パッチ張り派なんで、パッチ張り、パンク修理をパッチでやるっていうのは結構抵抗感じる人多いんですよ。そんなんじゃちゃんと塞がらないっていう人が多くて、私が自分で使ってる分には大丈夫なんですけどね。パッチの跡が剥がれたりうまくついてなかったりして、もういっぺんパンクってことはほとんどなかったんで、一度ぐらいはあったかもしれない。これ左か、左ですね。何もなかったらまたまっすぐ行くとこだった。信号で止まってよかったかもしれない。軽井沢まで24キロ、予備チューブは一応持ってます。私はでもパッチ貼った、あこれ左行きたかった。パッチ、なんかパッチはその心もとないっていう感じる人が多いんですよね。左行きゃよかったな、今のところ。ほんのちょっとだけ急度通れたのに。私はずっとパッチ使ってる派なんですよ。派というかゴム乗りでも別にいいんですけど、何より簡単なんで。確かどっかから登り始めるんですけどね、この道。軽井沢で24キロだから夕方4時ぐらいか軽井沢に着くのがこのペースだと。夜は治りますけどね、普通に。で私はパッチを5、6枚貼るとこまで行ったことが確かあったと思う、十分にずっと使い続けて。5、6枚はないか、いや5、6回もパンクしたっけ。3枚ぐらいだったかな。複数パッチ貼ったチューブを使い続けたことあります。ん、何削ってった、表面を紙やすりで削るのはパッチでも一緒ですね。粘着力高めるためにチューブ、まあめったにパンクするもんじゃないから使い捨ててもいいのかもしれないですけどね。私はチューブが完全ダメになるってことはあまりなかったな。確か3枚くらい貼ったあたりでもういい加減変えた方がいいかなと思ったことがあったかもしれない。なんかそんな記憶が、適当ですけど曖昧ですけどあります。瞬間接着剤で貼るの？瞬間接着剤、あれは柔軟性がないから逆に弱いんじゃないですかね。パフォーマンス落ちるんですか。でこぼこになるからかな。一切パッチ使わない人の方が多いと思いますよ。だいたいゴム乗り派ばっかりなんで、みんな。私はパッチは、あと携帯性がすごく高いですよね。小さな箱持ち歩くだけでいいから。でしかも私はその中にキャリアを固定する時の蝶ネジとか入れて
寝てる寝てる、犬が寝てる。おかしいな、緩く下るとことかあったっけ、この道の途中に。うん、サイパンク多いですかね。私はまだそれないんですよ。ん？絆創膏、絆創膏はきついな。あとはあの千円札を一緒にあの巻いて、そのお札は強力だから、あの紙が強いからっていうのでやる人もいますけどね。そのでかい穴のパンクの時とかで、それ後で取り出したの見たら真っ二つになってました、千円札が。ん？クロスバイクですか？下ってる時に前輪がガタガタ鳴って、結構あの気をつけてないとハンドル取られそうになるとか、あとそのホイールサイズかな。700C だとつま先が当たる。ハンドル急に切った時に。そしたらハンドル急に切るので。登り始めたかな？うん。女子学生になりませんね。そんな犯罪的な思考には走ってませんね、私は。人間なんかそういうの想像するともう実行してしまう人間だから、人間じゃない、生き物だから。なんか結構すぐ見つかりますね。失礼します。思いっきり見られてた。反応されなかった。29は選択肢になかったの？29、あ、29は 700C サイズだから。あんまり。スローパンクは私は過去に、あの古いな、なんか廃液って液体じゃなくてあれか、あの液跡ってことですね。お、延長できてないかな。どうも自動延長働かないですね。うん、まあさっきのトンネルの横の上り比べりゃ自動延長働かないな。この自転車はそうですね、自転車はというか、まあサスペンションもあるけどタイヤかな。この重くてパンクしにくいタイヤ、シュワルベンマラソンです。で、トゥークリアランスのない、やっぱそうですかね。 700C でも当たらないのって多いんですかね。ここ刺す、私は好きなんですよ。あと、あのダンシングで登るときに前刺すなしだと、私はあのダンシングの反動が足にガツガツきてなんかやりづらいんですよ。もう最初から前刺す気乗ってたんで、前刺しでぐにゃんぐにゃんして登っていくのが慣れちゃってて、こんな感じ、こんな感じ。新車、タイヤとかも変えちゃいますね、大体。そう、東京暑いんでこっち来たんですよ。エスケープ、エスケープエアはとにかく軽いですよね。あの値段であの軽さすごいよな、本当に。ジャイアントあれどうやってんだ一体。東京下みたいですね。2週間早いって言ってました。昨日道博の人に聞いたら、この梅雨明け、あの例年より2週間早いって言ってましたね。遅く帰って疲れ取れますか？遅く、まあ早く帰って、もうどっちにしろ夜までダラダラしてるんで、あまり変わらないですね。ん？ 35 度かな。水不足、梅雨が全然足りなかったってことですかね。確かにそんなにうんざりするほど振られたっていう感じじゃないですからね。あ、私 32C でした、クロスバイク乗ってるときは。それでもちょっと細いと感じてたぐらい。もう梅雨が下みたいです。確かにそんなに梅雨梅雨した感じじゃなかったですよね、今年は。梅雨梅雨した感じ。雲が出てきたね。あ、雲、いや、さっきよりは少し減ってきました。ほう、浅間山。神奈川そうですか。丹沢とかの水位どうだったっけ。ちょっと低めだったかな。この間大野山に行って上から見てきたんで、どうだったっけ。写真見ないと思い出せないな。思い出せないというか覚えてないな。チャック、あの
上着のジャージは、半袖ジャージは今少し前焼けてますけどね。今マイクがピンマイクが胸元についてるんですけど、ちょっとあの前開けてるからブラブラしてます。うん、何キッシン、キャンディーストア、なんかあまり見たことないジュースも今あったような。水、あ、そうですか。芦ノ湖ってそうか、あれ神奈川県の水がめだったんだ。米数、あ、そうですね、あの私すみません、さばききれてないんですよ、基本的に。私は聞き取り能力低いんで、というのと、あと自分の言ってることの途中で別のことに答えようとしてしまうと、もう何言ってるか分からなくなるから、途中のコメントある程度諦めて喋りきらないと、もうどうしようもないなと思ってるんですよ。まあそういう状況自体はありがたいんですよね。誰も見なかったら、私のそもそものこういう旅行を人に知ってもらうということができなくなるから。でも常連さんはそれ以上あの私の目的にはかなう人たちではないので、常連さん別に見なくてもいいです。常連になっちゃったらもうそれ以上その人は感化されないから。あ、でも他の知り合いの人に広めてくれるんだったらいいな。どちら来っていうのは会社で、今700シート何かの比較だったのかな。タイヤのサイズだとそんなに楽とか楽じゃないは変わらないと思うんですけどね。それとは証券者がすごく不利になるわけだし、ただ私の場合はつま先が当たるっていうのがめんどくさくて。16インチだと影響はどうだろう、あるかな。普通の証券者は20インチが多いですよね。あの BD1 系のやつは20インチ、しかも20インチって実は2種類あるらしい。この間新さんが言ってた。そんなめんどくさい企画にしないでほしいです。あ、アユ釣ってるかな、あれは。ほら、あの三角錐の帽子をかぶってる人たちが、母が、ほら、あのベトナムっぽいあの帽子、青いやつもあるな。長い川、これは今どこ、千曲川、何川、ここは川だ。川の名前がどっかに出てるはず。あ、これ歩道の橋も、歩道 の橋もあったんですね。ベトコンで今のちょっと忍者するやネタです。ジュンさんのは451だったかな。451、はい、406と451ね。渡るっていうのは、いやいや、あの歩道橋あるじゃないですか。ええ、あ、こっち側渡れるのか。ええ、そこからずっと行けると思います。406と451ですね。あ、本当 だから、ね、いや、ちょっと、そうですね、いや、何もしないですけど、私は自転車で車道を走ってきたから歩道の状況分かりませんでした。お母さんがなんかあの自己完結されてしまって、ナンパタイム、旅人、ああ、この格好は、まあ、でも今歩道の状況見てきたように見えたんですよね。すいません、私は自分が走ってるところ以外ほぼ見てないです。なんか香水っぽい匂いがする。最初なんかと思ったら、そう、私は見た目はあの無害そうに見えるっぽいですよ。あ、釣り具屋さんがある。山根岩名、なんか岩じゃないです。うん、そうですね、まだもね、いや、私自身が強いわけじゃないですけど、リアトツ、私は外配信の中ではリアトツ率とかはそんなに高くないですよね。フェリーの時すごかったですね。次から次に話しかけられて、この先軽井沢かな、軽井沢で秘書に来て、ま、秘書に来たけど暑いとか言ってる人たちを見て、あのせせったり笑ったりする感じの、まあ自分も同じところにいるんで笑えないですけどね。軽井沢ってそんなになんか高原って感じではないですよね。潮の、あ、この辺りがまた別の宿場街か。軽井沢来たら小ロボさんに行こう。小ロボ、
小さい方じゃなくて生の方ですね。これ左にまっすぐ行くんだったらちょっと上りか。左の方ですよね。だな。アウトレット。結構なんかアウトレットで人集めてるとこ多いですよね。軽井沢もそうなのかな。あと御殿場。嫌がらせ。なんかマスターキートンのアニメで見た話でそんなのあったな。あの別荘組と地元組がいて対立してるみたいな。なんかでもともと涼しいんですだったんですかね。エアコンのローラー。うまいレストラン。ああでもそういう店集まるでしょうね。ああいうところは旧中山道。旧の方がいいのかな。ちょっと待ってください。ん国の国駅。お見押し出して、お見押し出す。んなんていうか、ちょっと待ってください。旧中山道って右の方に行ったら、まあ合流はするのか。ちょっと止まりぐらいな、止まりになるぐらいですね。旧の方が道としては面白いかな。予定ルートはこのまっすぐなんですよ。でも確かにつまんなさそうだな、こっちは。よし、予定変更。お、実施されちゃいませ。今中山道走ってたけど、中山道じゃない方に行こうとしてるのかな、これは。野原の越中道。あ、でもなんか書いてある。まあ、いいか。多分この先にもなんか書いてあるでしょう。この道が一番古い道ですよ。こっちの方が。変更か。そう、予定ルートは、確かツーリングアプリだとおすすめ道向こうになってたと思うんですよね。でも見たところこっちの方が面白そう。マウンテンバイク、なんだろう、モトクロスか。エチュード、エチュード、エチュードとエチュード。というか中山道みたいな表示特にないな。一日中山道はなんだ。分かった、旧中山道か。今分かった、旧中山道って。すいません、何でもないです。お騒がせしました。なるほど、一日中山道は旧中山道のことか。やっと分かった。あー、大声出しちゃいましたよ、人が見て近くにいるときに。何もあんまり涼しくないです。もう標高降りてきたんで。標高降りると変だ。やっと分かりましたよ。なんで何度も一日中山道って言われるのかと思って。なんかいい感じの道になってきました。シャウト、すみません。今更気がつきました。前確かに聞いたことあると思う。美味しそうなんですか。テレビ、エロ本ですか。こういう道にあまり落ちてないと思う。もっと山の中の方が。レタスでも自転車。まあ無難ではありますね。なんかメンテナンス力は低いとかいろいろ言われてますけど、どこにも店があるっていうのはかなり強いと思います。一日中、良い道ですね。山の中の方が落ちてます。イノシシ、この辺りはどうかな。もう山とは違うから。それで岩村ダヤド、それも宿場街ですかね。いや、ちょっと待ってください。なんか地図見ると、この辺りずっと登ってるんですよ、台地の方に。でよく考えたら今日は水がないんだった。一度もまだ飲み水補給してないんだった。メリダ、私はこれは結構
お高めの方だと思うんですけどね、あのレースとか用じゃない、いやこれレース用でもいいんだっけ、なんて言うとメリダの何契約だっけ、技術力が保証されてる店からじゃないと売らないみたいな変な契約があるらしいので、でも朝日は基本的にママチャリですよね、が基本ですよね。今日はですね、午前中雨宿りしててちょっと遅くなってしまいました。あ、サイクルベースと朝日と別の朝日の話、あの通販と実店舗が違うっていうのありますね。通販の方は何でも扱ってます。あら、なぜこの世は小さいんだろう。やめようよっていうのは、残りの時はそうですね。スプライト。よ。そう、東京暑いからこっち来たんであって、もっと行ってください。もっと暑いって言え。ん、朝日が。店舗が。ギャラ持ちかな。あれか、なんか。あの。本来の意味じゃなくて、見た目で。米。神奈川。神奈川。そう、今のやめようって言ったのは、小さい「よ」をつけてやったら読み上げがそう読んだんですかね。エアコンガソガソですね。こっちはエアコンないので暑いです。キアのスポーツテポはなんか自転車に特化してないイメージがあるんですけどね。スポーツテポって自転車は力入れてるんですかね。ギアガーデン、ああなるほど。熱中症に、私はそういうふうに意識したことはないですけど、意図せずそうなって、あの分からずにそうなってることはあるかもしれない。あの暑くて気分悪いっていうのは確か経験あるんで、あれが熱中症的な症状だったんですかね。とりあえず降りそうになくなってきたな。帰った方がいいよ。よし、進んで、まあ涼しいってなりますね。ただ私は鳥目。でも最近買ったこのキャットアイの新しいでかいライトがあるんで、これは何よりもその前方のある角度より上が全然光らないっていうのがいいですよね。多分そうでしょう。体力あるね。体力。まあ疲れないようにやってます、できるだけ。日は蒸し暑いです。すでに今ここ気温どのぐらいあるかな、25度ぐらいはもうあると思うんで、30度は全然ないかな。ただ湿度が高くてムシムシします。私は鳥目、こいつは猫目。猫目、キャットアイ。キャットアイのでっかいライト使ってないな、笑い。でっかいライト買うときにはなんか重そうででかくて気になるんですけど、取り付けちゃえば全然忘れますね、そういうことは。このライトのせいで重いとか全然思わない。今熱中症ですごいことになってます。買うときにはスペック中になるからな。で今ん標高今678ですね。全然なんかす、あでも多分海抜よりは涼しいんだと思います。ロボさんの体力は夜が本番です、うん、夜が本番。なんか2つの意味で、いや今年は千年猛暑だってさ。夜放送、千年猛暑。夜放送、夜配信あまりやんないですね、あの夜走行は。オーライトがスマートでかっこいい。オーライトスマートだったけど盗まれた。猫目もいいの。ん？チェーン。ペペとかやるならあれいいよな。キャットアイのこのモデルはですね、すごく評判いいんですよ。あのサイクルベース7種とかでも評判いいです。軽井沢キャノンデールって今期アニメ。アニメはもう本当見てないな、戦車のやつ以外で。今質問なんて言われましたっけ。またあの聞いたかもしれないけど忘れてました。こっちの道はいいですね、本当に。教えてくれた人ありがとうございます。あ、とりあえずまでしか聞こえなかった。中山
中山カンノンダレ、あ、キャノンデールですね、確か。俺がロボター、猫でライト、ごめん、子猫物語は動物虐待かもしれん。子猫物語、夜の貴族店、夕飯、高崎駅の乗り換えで夕飯かなと思ってますけどね。でも乗ってしまうともう普通のやつだから。ライトは EL 何だったっけ、 EL540 とか570とかだっけってやつです。 RC がつかないやつ、充電関係の備品がついてないやつ、付属品が。500で良かったかどうか覚えてないですけど、700だったっけ、750だったっけ、740とかだっけ、忘れました。キャノンデール、私アメリカのイメージです。違うのかな、キャノンボール、あ、これ何の話か。あ、キャノンボールってあれか、映画の方か。で、ダメだ、すいません、聞き取れませんでした。うん、エルさん、エルミーさんって人ですかね、自転車ナナミスさんの。ネオサイタマ炎上、それはニンジャスレイヤーですね。で、なんかニンジャスレイヤーのツイッター見てると、どこだったっけ、どっかの雑誌で漫画版がもう連載開始されて、しかも一方はシリアスで、一方はグッドルッキングですよね、グッドルッキング重点な感じの、一部の女子の人が好きな感じになってるらしいです。そのコミックがなぜかその ボーイズ系のやつも一本始まってるらしくて、なんでそうなってる。小屋さんは多摩の人でしたよね。下呂温泉か、いいな、高山の方ですね。忍者ってこうから機動隊みたいな話じゃないのか。忍者はですね、もっとなんていうか、誤解した日本文化を思いっきり強調したような感じ。そう、グッドルッキング重点っていうのも忍者スレイヤー語ですね。重点っていうのはどういう意味になるんだって言われると難しいけど、とりあえず重点、何々が重要とかというだけの意味でもないんだよな。あとはポイント売店とか、あと2倍と2倍で100倍だとかですね、わけわからん言葉いっぱいあります。あ、娘やるっていうのは、いや別に知り合いじゃないですけど、自転車っていう名前がつく放送はコメントログを全部勝手に取ってるんで、それで前知りました。忍者はいない、いいねですね。いや、それも分かってる人だと意味ないか。忍者はいない、いいね。忍者は正確にはなんていうセリフだったかな。で、そう言われたの、あ、はいと返さなきゃいけない、カタカナで、あ、はい。あの辺りもなんか日本のなんか、多分作者は実在するのかどうかも分からんけど、わざとやってますよね、日本文化の誤解を。ロボさんはシステムエンジニアなのかな。 SE IT、 あ、そう、どきっちり休んでるのは健康すぎ、健康すぎ。本当は中仙道って地図に書いてある、国土地理の地図に。周り何にも表示ないですね、ここで。あれ、まさかあの道行ってたのか、予定通りだったら。あ、違うよな、今の高速道路だ。止まると暑い。あれ、あそこお茶畑もしかして。で、このままずっと
この道沿いに行けば途中から怪しくなってくるな。で、もともとの予定ルートに合流と。オラクル、オラクルか。イスケルサーバーの方は結構してるんですけどね。秘密なんで。オラクル、あ、そうですね、Java を今開発したんだっけ、持ってるんだっけ。今止まってたのか。今どうですかね、どうですかねって。今言ってたら教えてください。ちゃんと、あ、復帰しました。向こうにイオンが見えてます。あ、ちょっと降ってきた。あ、しかもバラバラ結構降ってきた。雨宿るかな、雨宿れるかな。更新したらワープした。ちょっと降ってきました。ちょっと、もちろんこの後完全に止む予定ですけど。ああ、降ってきた、降ってきた。あれ、やんだか。やんだやんだ。いや、でもまだ降ってる。止まり気味。開けてるから電波そんなに悪くなさそうですけどね。規制されてるのかもしれない。なんかこの配信しなくても毎日あの自宅サーバーにリモートデスクトップ でつないでずっとデータ通信してるし、なんかなんて漫画も確かに読んでないな、長らく。この辺りで先まで行くのかな。ちょっとあと雨が降ってます。雨がパラパラ降ってます。まあ体的には涼しくていいけど。豊島倒しましたね。何の話。あ、今昨日通ってきたところクロスしてた。何の開発者。裏では初めの一歩。初めの一歩はなんか店とかに行ったところで見たことある。チェリーっぽい。あれか、あれだな。何、イオン、イオンに種類あるんでしたっけ。そう、あの女性遍歴とかが。佐久平ですね、この辺り。昨日朝出てきたところです。で、さっきあの昨日通った道ともうクロスして通過してきてしまってました。いつの間にか気がつかなかった。アマヤドルは同士ですよ。ログさん、結構降ってくるな。降んな。フェラーリですか。車持ってないけど秘密。持ってなくても乗るかもしれないし。ロボさんはレクサスイスに乗っているはず。レクサスイス、レクサス IS かな。薬局がいっぱい、いっぱいって2つか。総合病院の前ですね。今ここやってないかな。少し今止まってるんですかね、放送が。すごい、私と知らないところで。ちょっと FMAD を再接続してみます。だいぶ傾いてるな。あ、ダメか。FMLダメになったかも。
まだ1時間も経ってないのに。エラーだ。ロボさんの家のパソコンは24時間電池入れっぱなしなんで上すか？入れっぱなしです。ツールドフランスは見てないです。FMLE エラーって、あれ全然行ってない。本当に電波悪いのかここ。進みます。と、汗が出てきた。この辺りエリア的には全然問題ないはず。あれ、またか。またこの白いビッグスクーターだ。何周してんだこの辺りを。通常配信にして今進んでます。あ、岩村田塾はもう通過したんですかね、これで。そこには、いや、大丈夫っぽいです。あ、すいません、教育タグ有効になってないです。教育やってないんですよ。なんかめんどくさいことになりそうなんで。なんかドームか。あれ何ドーム？延長できてないかも。何の曲だろう。延長延長。延長。よし。あれ、ちょりました。長野県庁の人が知事の名刺を売るからこんなことに。ちゃんと出るんだな。延長しました。あ、企業延長、そして延長、延長売りました。した電波かな。おしゃれ、わら、リマオツ、手動か、わらわら、電波かな。カラオケかな、あれ。ボタンは再起動なんで、ちょっと完全に切れます。よいしょ。何度でしょうかな。何だろうかな。何も調べに行ってるけど、ロックっぽい。何
かロックな感じがする。あ、そっか、これリモコンまた消えたな。繋がった。こっちも接続、あれ接続ボタン押せない。周期と合わないように素数を使ってやる。なんで FM が2点繋がるかどうか。繋がらないか。通常配信で。配信スタート。ドームリオンチョン。あ、三百上がった。来ました。小島。なんかこの辺りエリア的には問題ないんで規制されてるのかもしれないですね。あのフォーマー回線の今のところ FMLE が繋がらなくなって通常発信だと OK っぽいです。じゃあこれでいきます。今ポタファイをつなぎ直して、これで一時的に規制とかは回避できるので、まあでも数十分したらまた数十分どころ数分だっけ。まあ秋田走った時にえらいことになりましたからね。七夕ですから。ん？辛坊さん。交差点に進入します。注意してください。ただまっすぐでいいか。で、FM エリアじゃなくなったんで、さっと何かを見せても皆さんに見えないんですよね。親指隠すなんだっけ。霊柩車か、親指って。うん、止まった。今踏切はちゃんとそう言われるかと思って意識して止まりましたけど。ドップラー相当。最初みたいになりますよね。すみません。FMLE が私の枠だと、私の配信環境だとなぜか一点繋がらなくなるともうダメなんです。枠が別の枠になるまで。理由はわからないですが、そうなんです。え、左が軽いぞ。そう、指摘されなかったら。でも最近は見られてなくても気をつけるようになりましたけどね。でもまあ実質的に踏切で止まるというのはあんまり意味あるかって言われるとあまりなさそうな気がしますけどね。ここからちょっと車多い道かな。ここから左だ。裏道。いや、これはもう予定ルート通り行こうかなと思ってます。新宿秀。そういうことを匿名で言うのはかっこ悪いですよ。そんな行くか。これは開けるがいいですね。
カチカチ言うようになった自転車が。あ、普通置いて。そんな好きにさせろよ。うん。まあ重たいですね。自転車はつま先が届くぐらいですかね。ローソン右に曲がる？ローソンってどこ？カチカチ言ってますね。うん。マラソン、そうなんですか。足が届いてるか届いてないか気にしますね。気にするのかっこ悪いです。そういうの、人のそういうところ上げづらいのはかっこ悪いです。まあでもかっこ悪いのも本人次第なんで、本人の好き勝手なんで否定はしないが、うわちょっとこれ車が多すぎる。さっきまでいい道だったから余計に、ん？あー、聞き取れなくなってきた。ちょっと今読み上げが負けてます。おう、あ、ちょっと待って、あれさっきの人ですかね。ほら、足届くか届かないかあんま関係ないですよ。今ここ佐久平の近くです。脇道どれだろう。お昼は済ませました。チーズカレー、焼きチーズカレー、ママチャリですよあれ、はあ、癖にいって、はあ、釣られた。信号で追いついた。FMLE じゃなくなったんでカクカクしてます。生に人を突きつけると良くないよな。その人の上げつら人がいっぱい出てくるから、よそ見しながら走ろう。目だけは前見ながら。だから私も旗から見ると車に構えて前方を見ながら走ってる人間です。それだけ。お、いらっしゃいませ。これでもまだフレームに入ってるかな。ちょっと目だけ横に向けてるとクラクラするんですよ私。良くなかったな。何の匂いこれ。肥料の匂いかな。まさか、まさかなんか気にしてるのか。気にしてるのかもしかして。いや違うかな。どうだろう。トラックにやりましたね。どうだろう、あれ意識してるんだろうか。どうなんでしょうね。もう一回、もうやめとこう。もうやめとこう。やっぱ横の車がちゃんと止まってる見てなかった。来てますかね。でもあのなんかさ、あのすごい漕ぎ方が気になる。オーバーテイク、オーバーテイクはどういう意味でしたっけ。そういう名前のゲームありましたけど。これですね、なんか乗ってたの。なんか乗ってる。岩井の方だ。あ、もうあんな前に、すごい。
名前は知ってるけどどういう人か知らないですよね。終わった後の残りが、あ、よかった。あ、丸亀製麺、ここにもあるのか。花輪くん、あ、島村、花輪、あ、どうなんですかね。確かにいちいち作るのは無駄な気がするような。車ですかね。下水峠も車多いかな。まあでも下るだけなんで大丈夫かな。うん、客が、へえ。でもお光の通る、もう見えないです。あの格好であの自転車ですごいよな。下水峠行きたいんですよ。時間的になんとか間に合うんじゃないかな、暗くなる前に。でもその後追いつけなかったですね。あ、水峠、そうですね。あ、マイクラやってないんですけど、それ系で、すぐ名前が出てこないので、寺、なんだっけ。あんなにあったのに名前覚えてない。寺テラリア、テラリア、ありがとうございます。テラリアを最近やってました。でもハードモードにまで到達してボスにコテンパンにやられたんで、そこで止まってます。幹線道路、この辺りあんまり脇道見つからなかったんで、ありますかね、この辺り脇道。地味に、テラリア、テラリア、ん、何していきましょう。脇道あるのか、地図ですかね。だから5時6時に軽井沢に着いてりゃまあ大丈夫だと思うんですけどね。で、読み上げが小さい、なんか聞き取れない、車が横通ってると。まあこの道は面白くないですね、全然。まあこんな道仕方がないから走ってやってるだけで。今日は帰ります、帰ります。西武鉄道高崎経由埼玉で、何の人ですかっていうのはなんか最近よく聞くな。それ自体ネタってわけですかね、もしかして。埼玉にこの間行ったっけ。最近は行ってないような。軽井沢でなんて、右にタイって交差点、あ、うん、なんとかって交差点で右回ると裏道なんですかね。ここは交差点名、サクシティミートセンター、交差点名ミートセンター、日本語だと食肉センター入り口。この道はダメですね。自転車旅行的にはよろしくないですね。肉センター、今のとこじゃないですよね、交差点って。お姫、まあいいでしょう、長野で。関東一区りするけど、どんだけ大雑把なんですか。何これ、小さい田んぼの小田なんとかか。小田なんとかって確か宿場街がツーリングアプリ持ってたような、小田なんとかっていう交差点ですね。そう、小さい田んぼのっていうのはなかなかいい感じですね。フォネティックコードみたい、アルファ、ブラボー、チャーリーみたいです。でもそうしないとこういっぱい触りにくいんですよね。
ような状況性を持たせて、やっぱり海伝える。花火屋さんだ。花火横丁。車の大型の話ですね。ああ、これ浅間山ですよね。前に見えてるのでかいな。上の方は隠れてるけど、麓だけでもかなりインパクトある。そんな涼しくないです。あ、1キロぐらい了解です。姫の宿、小田いい宿でしたっけ？あの井戸のいいですかね。あ、お台だ。佐久市お台。うん。あ、僕 ABC。向こう曇ってますね。うん、新幹線で佐久平まで来ました。でかいですね、あの、浅間山ですよね。スノーテスト前やりました、それ。そしたら降りる駅間違えました。前あの、竹石峠登るときに、ゴロピカ嫌だな。次もあそこですかね。そうするとどこに出るんだ。このこういう道を走ってると精神的に疲れる。37度ってどこですか？それ人間の体温じゃないですか？前の木なの？まあ、この先裏道に行けば静かになって聞こえるようになるでしょう。これですね。お台南か。盆地の内側の方だからかな。これは本社分離式で一体どうすればいいんだこれ。車道に乗っては曲がった方が良かったか。いらっしゃいませ。すごい、あの電光掲示板付きの信号機だ。この信号はってなんか流れてましたよね、文字が。ん、長野がどっかで飲み物がいるな。横断歩道おかしいですよね、これ。ここはどうやって渡ったらいいんだ。ここしかないですよ、横断歩道。どっかで自販機出ても。あ、よく考えたら昨日のあの自炊用の水500ミリリットル残ったままバッグに入ったままだ。押しボタンで放射分離式ですね。ボタンしました。今柵です。あ、これお台じゃなくてお台なのか。読みがお台南って書いてある。あと信号機薄いですね。さすが LED。 信号機本体がえらい薄い。この信号は車両と歩行者の青が分離されています。青があって、あーですね、ありますね。週休2日制ですね。あまり詳しいことは言わないから週休2日制です。従って、あーですかね。でこっちが裏道ですね。あ、本当だ、ずっと続いてる。ありがとうございます。なさなくて。それはどのあたりだろうな。長野は広すぎていろんなエリアがありますからね。あー、静かになった。読み上げもだいたい聞こえるようになりました。あとは FMAD が復活できたらいいんだけどな。
これマシン再起動してすらもダメなんで、サーバー側に何らかの情報が残ってるはずなんですよ。あの FMLE がエラーになる状態って。なんでなんだろう。他の放送でそんな見たことないですよね。あ、なって、今聞き逃した。無添加ケーキ。あ、もったいない話ですね、それは。アパートの名前は煙の木、スモークツリー。ん？急行中？なんだろう、急行中。私はこれが少なくとも精神的にはこれでリフレッシュしてます。体力的にはどうですか。まあ、もうそろそろ線路沿いになるんで、何かあったら輪行で逃げられます。泥棒が出てから縄を持ち出す感じですね。それは泥縄、はあ、渋いそのネタ分かってない。ゆるく登ってるな。木の宮倉。あ、そうそう、今ここら火の用心の火がなくなって野用心になってますけど、量が消えてるところがあってですね、昨日確か電波切れてる時に火の心になってました。だいぶ意味が違う。今のところは野用心だったんで、何の用心だか分かんなかったですね。137、この先の予定ルートでクロスするところかな。137ですね。了解です。火の心、やっぱ攻める心ですかね。火のごとく。またハッピードリンク。三尾田町ってこの辺りか。頭集めた。駅近く、あ、詳しい情報ありがとうございます。駅近くのってどこだ。そもそも線路は今どこに。50円。あ、50円、私も見たことある。いや、もうちょっとかな、もう少しかかるかな。あと一月ぐらいは。この辺り見よったって書いてありましたね。はあ、数宮、数っていうと、あ、この辺りなんかあれですね、横に水路があって、この辺りの方がなんか旧宿場街っぽいな。あ、じゃなくてこの辺りがあれか、これが大体塾か。いや、今日通ってきたので一番なんか宿場街っぽい。やっぱり大体塾だ。トンヤアート安川家住宅、なんかそれっぽいと思ったらそれでした。あ、なんかわかりますね。これはトンヤアート和宮関。私全然詳しくないんですけどね。あと、あえて意図的に寄ったりはしないんですけど、たまたま通りかかるといいですよね。もう入ってきてからもうそろそろ終わりですね。大体塾のメイン通りは中山道、あ、姫の宿ここですね。中山道69次の宿場の一つで、板橋塾から21番目。あ、本陣。同じ高さ。そう、高さが揃ってるってのも今時なんか珍しいですよね。講義ってあの公の儀ですよね。まあ公務員ですよね。つまりここはなんか家は今風になってるけど、家同士のこの屋根の高さとか合ってるあたりとか、
すごく昔っぽいですね。昔は何でしょうね、中山道だし。で、これも多分民家なんだけど、景観対策っぽい。民家かな、これ。民家かな。筑波街、大内宿とか完全に観光地化したところはありますよね。大内宿と、あと、上野の近くのどこだっけ、あれは。なんだっけ、雲野宿。あの辺り完全にもう観光地化されてて、景観は整えられてますよね。でも本当に昔のまま残ってるっていうのは滅多にないですね。女郎宿。なるほど。物騒だな。そう、こっち通らなかったら、教えてもらわなかったらこの道も通ってないな。急道教えてくれた人ありがとうございます。シャバが割と広めかな。追い剥ぎ、あー、この辺でお体塾通過。あとところ夢塾ん、あれ、あれ筆塚って書いてあるのかな。で、これは130なのかな、違うかな。特に書いて、いや、でもこのまま真っすぐ行っていいか。こういうわけ、原宿。これ真っすぐのまま予定ルートに沿って行っちゃっていいですよね。うん、今日私はまず、右行った方がいいですか。こっち側の川沿いの方がなんか良さげな道見えたんですけど、今のところまっすぐ見に行くと、太い道沿いにずっと、今これまだ中山道に沿って行ってることになるんですかね。あ、駅近くのこれか。そうそう、予定ルートで、おはようございます。おはようか。直進で行きます。予定ルート、あれですね。駅も、ありがとうございます。お湯分け。そうなんですか。こっちの方が道的には良さそうに見えました。で、これは何？ん？駅、ですよね。ツーリングマップルだとまっすぐ行けりゃったんだけど、地図見ると全然繋がってないんですよ。階段になってるし。なんで予定ルートで迂回して走ってます、このところ。走るようにしてます。映像ダメですか？じゃあ今の変な家の塀も映らなかったのか、柵も。長野は、田舎と田舎じゃないところあると思うけど、こんだけ広いから何でもあると思います。もうすぐ3時か。 GoPro のメディアもあと1時間ぐらいかな。そもそも GoPro 撮れてるかな。ついてるついてる。中のエリアによって全然違うんじゃないですかね。長野本当に広すぎて見よった。あ、ありがとうございます。寒天のもとや天草かなだっけ。近い、何も予定ないです。いつも直前に思いついて走りに来てます。密集、密集とは、ちょっと登ってるな。
ってる。何があるズルガール。あ、どうだろう、できてるか。終わったか。もう時間過ぎた。延長できてた。今これ大丈夫ですよね。転送速度動いてますよね。でもこの道はなんか周り家があるせいかな、そんなに坂道だけど精神的に辛くない。もう一回一ね。FM リーダーでも十分配信できる環境なのにな。転送速度的に、こっち車来ないですね。大丈夫ですよね。ありがとうございます。動いててもそんなにコマ数は増えてないですよね。通常配信はなんか待機の恩恵があまり感じられない。緩くなってきた。勾配が緩くなってきた。お昼いらっしゃいませ。この辺りですか。左、あ、もうちょっと先まで行った方がほんの少し短縮されます。今一瞬迷ってる時間の方がおそらく長かったな。あの人からキノコ直進。あれなんかこの先から斜めに抜けられるか、その迂回道に行く道があるはずですけどね。この辺りから左上に向か、あの左斜め前方に向かう道。よっと。龍神祭りってなんか秩父の方にも、あれ流星祭りか、ロケット祭りがあって、あれ車こっち側に行ってるっていうのは、あれ？よいしょ。これですね、ミオタのハンドル配信。そうですね。これですね。そうか。流星ですよね。間違えました。え？この先工事中につき通り抜けできません。なんで？あ、こちらは塔だった。麦茶ある。ゴミ箱もちゃんと横にあるから、ここで、いや、ちゃんと横にあの歩行者道路がありました。歩行者通路。代わりに付けさせてもらって、130円。
ともう3時過ぎか。いただきます。そう、炭酸はあのなんていうかな、休憩の時に一気に飲んで、あの美味しいというために飲んで買って、ニュータこの近くですかね。走るか、ああ止まると汗が吹き出てくる。どこをどう行けば、あ、これ自体抜けられないのか、本当に。ああ、もっと迂回しなきゃダメなのか。ん、腹が、これもしかして本当にこの道全部通れないのか。ああ、じゃあさっきあの迂回はこっちって言ったのはこれ自体も通れないからってことなんですね。っていうか私迂回路がこれだと思ってました。ああ、さらに迂回しなきゃダメなのか。了解しました。やっと今意味が分かりました。私はこれ自体が迂回路だと思ってました。何時かな、違うとあれですか。あ、これが三岡駅ですね。あ、これは JR じゃないんですよね。品川鉄道だっけ。三岡駅、あ、品川鉄道ですね、やっぱり。鉄道線。ちょっとこれ、車道行くと逆走になるな。よいしょ。あ、すいません。私鉄ですよね、これ。願いを込めた登録看板になる。え、どういうこと。あ、橋今作ってるんですか、あれ。当たるといいね。ここから出そう。あ、天山、あ、今車ですか。これは何、どういうこと。なぜタイムボカンが。でもなんか絵は違うな、少し。うん、品川鉄道ですね。ありますか、ポスト。友人、あ、祭りですか。あ、さっき、あの、上りがあったの、友人祭りだったっけ、確か。友人ってとこしか意識してなかったけど、祭りのあれ、上りでしたっけ。んで、あの橋渡らなきゃダメなんだな。何円の色だ。ドロンジョさん。でもあのドロンジョさんはなんかちょっと絵が違ってた。今風だった。スカキョン。スカキョンは深田恭子ですね、多分。あ、やっぱり龍神祭りでしたね。これこれ。信州三代田龍神祭り。お、いや、今、あの、これからなのかな。あ、書いてある。まだしばらく先か。7月27日ですか。3週間後か。お湯分け宿、途中で通りますかね、お湯分け。ちょっとしばらくこっちの歩道を行かせてもらいます。その時タレントの名前、実に知らないですね。信号で元の道に戻る感じですよね。喜びの街100万ドル。どういうこと？あ、パチンコ屋さんか。ヘルクスか。なんかパチンコ屋さんが和風の建物なんですけど。初めて見た本だな。でも、あってもおかしくないですよね。パチンコの建物で。和風とか、なんでなかったんだろう。なぜ他のとこにはない。
ん、何しますかって。朝日町交差点。どのぐらい分布してるんですかね。密集してるとこは本当にどこでも見るから、一体どこまで浸透してるのか知りたい。スパセントですね。スパゼニってスパセンか。これの脇を抜けて、そしてもうちょいなんとかなるのかな、この辺り。うわー、狭い。ちょっとこれ自転車、あ、こっちか。押しててもよかったな、これだったら。車の人ごとごとこの辺りで通れなくなってますね。これがさっき渡ろうとしたところ。これは、82銀行って読み方で合ってるのかな。で、ここで、なんで、ここから接ですね。で、ようやく元の道に戻れる。あ、明治。82でいいんですかね。あ、これか、機関車。機関車。これが三代田町交通記念館か。ちょっと柵越しじゃなくてもうちょっとちゃんと見れるとこないのかな。この辺りからか。うん、あ、82でいいんですね。ありがとうございます。レゴ1の787って書いてある。蒸気機関車展示、割と綺麗にされてますね。99ってなんだ。つくも99、スリナインのことか、もしかして。つくも99って、でもそれだと9が4つだよな。八十吉ですよね。軸かな。あの、そっちをまともに見ると問題ありそうだったから、まともに見なかった。 なぜと思ってんだ。あー、そうか、この遊歩道通った方が早かったかもしれないです。いや、でも無理だな、こんなの。この自転車担いだら肩が壊れる。この自転車もうちょっと担ぎやすければな。スローピングがきつすぎて。軸になど目が。軸になどくれてやる目はない。うわ、ミンコっぽいな。うん。63と19。え、本当ですか？そんなのあり。殺人？ありがとうございます。下から道案内ありがとうございます。本当は自力で行ってるとこ見せたいんですけど、今日はうまくいかなかったな。予定ルート通りだったらずっとあの車の良い道走ってましたね。お体塾にも気がつかずに。そう、ホリゾンタル担ぎやすいですよね。前後のバランスが取れてりゃ。あとケーブルはできるだけ下這わせないでほしい、担ぐために。私のこのマウンテンバイクはもろに下張ってるんで、あの、うん、商業銀行は。でもそういうなんか、ギャグというか、ちょっと面白いですね。かっこいいところ。なんか、世の中でかっこいいというと、一気飲みしたりとかそういう話かな。あれはちょっといいとこ見てみたいんだったっけ。カチカチ始めてる。ペダルかな、これは。
雷族。雷族。あ、こういうところ。コマンド。あ、上りの道がこれなんですね。ケーブルス、あ、ですかね。あ、トップチューブの下側を張ってるっていう。ハンドルを持って、お腹がなんて、ウルトラマンが飛ぶときみたいに乗るってことかな。それ配信ではわかんないですよね。分かってても腹筋ないから多分できないけど、分かってても見えたとしても。なんて、あ、なんかかっこいいな、この会社の名前、産経技研。関数字の3に、アルファベットの K に、技研ってかっこいいな、なんか。でも職場的にはあまりいい名前じゃない気がする。働く側にとっては。ん？最近のっていうのは、フレームとかの話かな。3K。おぉ。結構登る。あとなんか、何でしたっけ？きついでしたっけ？よっと、きついですかね。横川まで行きたいです。間に合うかな、時間的に。日が暮れるぐらいまでに、はあ、来る、はあ、際はどうだろう、そうかな、はあはあはあ、うん、これだですよね。どんそこらあたりはデータになってきますよね。高身長、あ、それもあったな。高身長ですからね。その先がいい方は比較的に、確か標高970まで登ったらもう軽井沢までほぼ平坦だったと思います。あっし、ふう、一段落ついた。ストレッチ全然やってなくて、体超硬いんですよ。麦茶飲んでます。下引き、あのワイヤーか。寝袋は前使ったのは、いつだ、去年の青森ツーリングが最後ですかね。そう、軽井沢方向、塩分、まあ、それほど限界的な走りしてるわけでもないんで、多分大丈夫だと思ってます。多分ね。麦茶目、いや、寝袋は使ってないし、部屋でも。いや、でもそういう意味で言ったら、3月、4月ぐらいまで使ってたかな。いや、5月ぐらいまで使ってたっけ。部屋で寝袋。なかなか暑いです。気温は30度はいってないと思うんですけど。お、敵の潜水艦発見。なんで、なぜここに。120メートル近いな。あ、標高差が120メートル。まだありますね、少し。なぜ潜水艦が。あ、ここにも潜水艦が。白抜きで先生が、明日は仕事です。足は目、
いですね。いや、こっちもなかなか深いですよ。平地をただ走ってるだけだったらまだいいかもしれない。何売ってるって。U ボートですかね、今のは。標高差120だと、もう一汗かくな。眼科。この先。でもさっきの潜水艦が、矢印の中に潜水艦が白抜きで書いてあったんですよね。今ここは西軽井沢。右に曲がると西軽井沢団地。軽井沢ピースロン。昔はエアコンなんてなかった。私が子供の頃は、エアコンついてるのは、お客さんが来る応接間だけでしたね。でも扇風機はあった。実際扇風機とエアコンだと、エアコンの方が消費電力は大きいですよね。寒くなる。布団が吹っ飛んだとか、ボタンがぶっ飛んだはメジャーだしな。あれ、ここにも白樺がある。こんな標高で入るもんなんだ。自宅で、暑い日は使ってますね、もう。寒い時は寝袋でしのげるけど、暑はさすがに。私は暑さには、寝る時はちょっとダメですね。走ってる分にはいいんだけど。何か。扇風機の、そうなんですか。そうかな。そうか。扇風機。でも気温の高い日は逆に暑くないですかね。何で来る。こういうわけまで 1.8 キロ。まだというか、今日初めての中目の上りですね。細かいのいっぱいあったけど。ん？何したい？ちゃ。でも風は少しある。いかがでしょうね。パソコンは、扇風機はいいです。真っ白な蛾が死んでる。モトパソコンも機種によっちゃ随分暑いですよね。日陰もまあこんぐらいの日陰じゃあんま関係ないですね。もうちょっと長めで影が続いてるところだったらちょっと違うかもしれません。そうですね。東京は30度軽く超えてますよね。カブトムシ、こっちの林いい感じだな。
でも暑いとは言ってもまだガリガリ君にベストな暑さじゃない。ガリガリ君的に言うとまだ暑さが足りない。エネゴリ気味、エネゴリ君、うん、太陽、今かすかに出てるんですよ。少し影ができてる。ミクロン32度か。こっちも暑いからもう私んちも今暑いだろうな。そこの少し出てきましたよ。おお、何これ。でもこれは向こうにカモがいる。茅ヶ滝湯川用水温水路。温水路ってこれお湯じゃないですよね。温水路ってそれか、湯川用水温水路か。まさか水温のあった温水路、あ、書いてある、ちゃんと。そうですね、稲作に必要な用水の水温上昇施設。あー、なるほど。一旦浅いところに溜めて暖かくしてから流してる感じなのか。じゃあ本当に温水路なんです ね。初めて見たこういうの。多分通ったことあるんだろうけど知らなかった。他のところにもあるんでしょうね、こういうの。泳いだら温水と入っても冷たいんだろうな。先の奥だ。あれ今これもう軽井沢町に入ったのか、三芳町から。ここに三芳町の看板があったんで、標高940ぐらい。サンバルカン、実は私見たことないな、サンバルカン。入水、涼しそうだけど。サンバルカン、私は逆にサンバルカン新しくてよく知らない。私はリアルタイムはどれだっけな、ゴレンジャーかな。確か私はゴレンジャー世代。ゴレンジャーってもしかして戦隊ものの最初のやつでしたっけ。これで採用ですか、採用か。デンジマン、デンジマン歌かっこいいですよね。あの曲データだけ聞いたことある。ここが緩くなってきました。この辺りいい感じ、いいですね。でもあの見た目よりも結構暑いです。黄色ネタになった、あれ最初ですかね。黄色がネタにされることになった最初。ん、力、とりあえず黄色はカレーが好きで大食感で、あの九州方面の方言を喋る感じですよね。南原、なぜ南原。そう、あのキャラクターはずっと引き継がれてますよね。軽井沢上の方ですかね、山の上の方。あ、なんか結構この辺り涼しい。お、今の町なんだ、メリーの。あの人は黄色ですか。カレーから逆算して黄色なのか。ニューハーフか。ああ、でもそれは本当に、あの、今後あるかもしれないですよね。あの、ネタとしてではなくて。お、エクシブだ。あの、エクシブっていう、あれ、別荘ですかね。帰りは、決めつけ。あの帰りはですね、横川まで行ったら鈍行で帰れます。4時間かかりますけど3000円弱で帰れる。
新幹線だと5、6000円になっちゃいますね。ゴルフ。あ、栗の花の匂いだ。そう、エクシブ、あのエクシブがなんで今私が言ったかっていうと、昔のパソコンの X68000 にエクシビっていう V と I が逆になってる名前の 16MHz 機があって、それとロゴが似てるんです。あれエクシブ、エクシビと似てるんです。デザイナーの人は知らずにやったんだろうな、きっと。あんなに半端な似せ方しないと思うし。エクシブそうなんですかね。まあ確かあれ、あの山中湖にもああいうのありますけどね、河口湖の方だっけ。で、エクシブ見たことある。釜飯そうですね、釜飯買って鈍行に乗って高崎駅まで30分で食べるという手はある。夕食として。高崎すぎると鈍行だとちょっと車内でご飯食べるの厳しいですからね。横川からだったらまずガラガラだと思います。沖縄本店があれ横川なんですかね。でも夕方の釜飯ってどうなんだろう。絶対作りたてではないですよね。あれがやっぱ本店なんだ、軽井沢。あ、でも軽井沢からに着いてしまえば、もうあとはちょっと登って頬下るだけなんで、家に。あれ重いんですよね。前確か乗鞍の入り口の新島市まで買って食べた時には、どうしたっけ、あの薄焼きの店でさせてもらったんだったか、いや確かその日に泊まった乗鞍高原ユースで確かさせてもらったんじゃなかったかな。釜飯の器どこか。そうですね、津田折はもう下りだけなんですよ。あの薄い峠ってものすごく非対称な峠で、ピークについてほんのちょっと下ったら薄い、あの軽井沢に着くん で、私は確か逆方向で走ったことがない。まだ反対側から薄い峠を制覇してない。まあ制覇とかいう登りじゃないんですけどね、あそこは。こっち側からだと、これで大体登り切ったのかな。今標高970ぐらいまで来ました。軽井沢まで距離はもう少しあるんじゃないかなと思います。乗ってるのはメリタのマウンテンバイクです。18号着いたらもう大体登り終わってますかね。まあ多少あっても平気ですけどね。まだまだ行けますよ。気温ですかね。気温は今は高いと思う。そう、メリダのやつです。青だ青だ。ショーケイの間に合わなかった。スクランブル式、これ自転車はどうだろう。あ、そうそう、温泉あるんでしたよね。スクランブルで押しボタンで渡るか、車に乗せ、あ、車と一緒に渡るか。まあ車の方かな、これは。ちょっと待つことになりますけど。マウンテンバイク、車ですかね。ボタンは歩行者として渡ろうとするとっていうのも、これは車の方が、あの、周りをイライラさせずに済むかなと。まあ、卑屈なわけじゃないんですけど、あの、路上の紳士としては、その、車の、そうそう、それもあるし、車のお子様たちを怒らせてしまったら悪いから。上から目線で、上から目線で。路上の紳士として。
こえなくなってきてる。車の音で。休憩に。いや、今止まってる方が暑いんですよ。あの、体から湯気が出てくる感じで。そうそう、紳士。路上の紳士ですから。そこら辺のあの、お子様と違いますから。いや、なんかお子様と違うって言い方も紳士っぽくないな。ちょっとジェントルじゃないですね。もっとジェントリーに。そう。電車よ、ああ。でもただスクランブル式としか書いてないですね。歩車がどうとか書いてない。一人で。まあ、周りを怒らせない感じだったらいいと思うんですけどね。貴様、いや、あくまで路上的な紳士ですから、交通ルール的な。で、ここもあの信号の横に電光掲示板がついてますね。かっこいいな。うん、歩車いないですね。人気で言い訳として使われる場合良くないですね。これは車として渡るから、信号赤でも私はこういうポリシーで渡ってるんです。でもな、この赤信号横にあると気になるな。左で、あ、なるほど、了解です。全部、自分のことを、あ、どうだっけ？例えばあの、ジョナさんとかどうでしたっけ？あのお父さんは、あれ、ジョナサンがお父さんだっけ？違ったっけ？ジョナサンは息子か、紳士の。うん。どうしたようなの。まあ、本当は車の方だけ見てればいいはずなんですよね。自転車のルールとしては。